江戸から昭和にかけ建てられた蔵が残る村田町風情のある町並みは大きな観光資源ですしかし去年3月の地震でこの地区の歴史ある蔵や門などのほとんどが被害を受けました足場とかこうカラーコンとかそういうあの散策にちょっと支障が来,来たしてしまうような道路状況とか外観とかそういうのもあって 寂しい感じが結構あったんですね国の重要文化財に指定されているこちらの建物も門が傾いたり壁が崩れたりしたため休館が続きました今年ようやく復旧工事が終わり先月から一般公開を再開できましたただ復旧を終えた建物はわずか数件で今も工事が続いています 町の活性化に取り組む団体では、それでも多くの人に訪れてほしいと話します。お客さんが来てくださるのなら、ちゃんと自分たちでもっとこう維持とか、保存といいますか、活用とか、そういったのをしていこうっていう,こう、まあ、一種のモチベーションが上がるといいますか、そういうふうな意識になっていくと思います。